こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出のトラブル。まあ、こういう事例があるとか、ああいう事例があるというね、個別の事例以前に、まず対応の大前提としてですね、何か、どうしたらいいかわかんないとか、トラブルになったときは、調べず前にですね、あるいは、調べて何かをする前に、必ず相談をしてください。Amazon のトラブルの対応を間違えてですね、アカウント削除と、幽霊が増えてきてます。これね、転売アカデミーの会員さんは相談していただいてたら大丈夫なんですけど、まあ、アカウント削除されましたっていうね、情報発信してる人なんかを見てると、まあ、それは削除されるだろうなというような対応をしてることが、結構あります。で、まあ、これ削除になってる大きな原因はですね、日本アマゾンの実践者がアマゾン輸出を始めて、間違えたノウハウを発信しているのが、主な原因です。で、なんで間違えた情報を発信しちゃうのかというとですね、まず、アメリカのアマゾンのサポート要員は、アマゾン使ったことない人がほとんどと。まあ、なんじゃそらって感じなんでしょうけど、アメリカのアマゾンサポーター、実は、インド人やフィリピン人、インドやフィリピンに住んでます。で、アマゾンはね、あるけど、物は買えない。だから、不便だから、ほとんど使ってないです。一方、日本のアマゾンの場合は、サポーターは日本人。ね、日本のアマゾン便利なんで使ったことがあります。だから、日本のアマゾンのね、サポートを見てると、ガイドラインに違反してるけど、まあ、実際に使ってね、まあ、それはそういうふうにやるだろうなというような形で、まあ、情状酌量というかですね、規約には違反してるんだけど、日本の商習慣では普通にやってるから、まあ、しょうがないと。まあ、OK っていう、対応してます。ところが、アメリカの場合は、アマゾン使ったことない人がサポートしてますんでね、規約に違反したことやってりゃ規約違反だというふうに当然なります。まあ、例えば、評価をしてください、ね、っていうふうに連絡するのはガイドラインに違反してます。ただ日本の場合はね、買った後どうですかって聞くのはまあ親切で商習慣としてありなんで全然お咎めなしですけど、アメリカの場合はね、買った後に連絡してたらアマゾンを抜いて取引してるんじゃないかということでね、まあ、厳しくチェックされます。あるいは、今発送しました。ね、これシステムで発送しましたって通知してますんで、やるなというのがアマゾンのシステムで、やはりガイドライン違反です。ところが日本の場合はね、送りましたって送るのは親切だからいいんじゃないのかというので全然お咎めなしと。そういう細かい点を見てもですね、日本でやるとまあ親切だから OK。アメリカだとシステムに負担をかける、あるいは何か良からぬことをしてるんじゃない、しようとしてるんじゃないかなっていうので、ペナルティの対象になるというような大きな違いがあります。それからね、いろんな事故とかの際の対応も、何しろアメリカは使ったことない人がサポートしてるんで、商品が倉庫内で壊れる、ね、雑に扱えて壊れるってことも分かってないです。それから、そもそも日本の商品をね、本物見たことない人が多いんで、日本の商品って言うからには日本で作ってるんだろうと。メイドインチャイナって書いてあったら、そら、ね、コピーで中国製だから偽物だって言われたら、まあ、そらそうかなっていう対応になっちゃうこともあります。またアメリカの宅配事情でね、投げて運んだから壊れたと。真っ青の新品だったのに投げて運んでるうちに凹んだり壊れたりしたというようなことも当然使ったことない人がサポートしてるんでわからないんです。この辺のことをわからずね、サポートとやり取りしちゃうと、まあ全然ね、思ったのと正反対。ね、自分が正しいって言おうと思ったら逆にアカウント削除されたとかね、小さなトラブルだったのに大きくなって、サスペンドされた、アカウント削除されたということになります。で、特にね、無料で情報発信してる人たちは、これは間違えてると、明らかに間違えてるねという情報が多いんで、見て何かする前にですね、ご相談ください。なんかされてからだとね、まあもう手遅れというか、ちょっとあんまりいい対応じゃなかったなというようなこともありますので、トラブルを大きくしないためには、きちんとこういうトラブルになったら、こういう対応をすると、まあ、穏便に済むというノウハウが蓄積されてるですね、転売アカデミーにご相談ください。何しろ、日本のサポーターは日本人がね、やってると。アメリカのアマゾンサポーターはアメリカに住んだことないインド人やフィリピン人がやってると。まあ、これを分かってないと。トンチンカンのね、対応に終始しますんで、その辺を、よくご理解の上、Amazon 輸出、楽しんでいただければと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。